おはようございます。金城七重です。おはようインタビューパート2、今週は今帰仁に本社を置く株式会社沖縄浮上養蚕の中曽根豊和代表取締役にお話を伺います。沖縄浮上養蚕は保湿性の高いエリシルクを生産してスキンケア商品などに加工し、中国やヨーロッパなど海外にも販路を開拓しています。中曽根代表は今帰仁村出身の60歳、大学卒業後国内大手化粧品メーカーに勤務した後、2006年に会社を設立しました。今日は詳しい事業内容について伺っています。弊社はですね、亜熱帯の蚕、それを養蚕、飼育をして取れた繭を非繊維分野、服の繊維じゃなくって化粧品など、あとですね、繭を取れば取るほど中に副産物としてサナギがたくさん取れますので、そのサナギをですね、資源の掘り起こしとして冬虫夏草、これは漢方薬の一種なんですけども、冬虫夏草を作ったり、今は家畜用のワクチンなども研究開発を行ってます。でこのような事業を沖縄県の北部、やんばる地域今帰仁村で活動を行っている会社でございます。なぜ養蚕庫、蚕を主体にした事業だったんでしょうか。そうですね、私ですね、関西の方で学校を少し出まして、それから某大手の化粧品会社に勤めておりました。そしてですね、その会社が世界で初めてシルクを化粧品に展開をして展開をするっていう事業がありまして、その中でですね、医療種交流会っていう交流がありまして、そこで日本野産学会っていう、学術団体があるんですけども、それの会長と交流することがありまして、その中でですね、沖縄でしかできない養蚕、亜熱帯の蚕で沖縄でしか養蚕ができない蚕がいるよということで、中曽根、あなた沖縄出身でしょと、でやはり沖縄でも産業になるような生物資源があるから、一度沖縄でできるか調査をして、できるのであればぜひ進めてほしいっていうことがあって、でそれがきっかけでですね、その会長さんと沖縄にで調査をして、沖縄の方でも十分飼育産業が成り立つんじゃないのかなっていうことで、ふるさとで何か恩返しをできればっていう思いで、そういうきっかけは日本野産学会の会長さんと医療種交流会で知り合ったのがきっかけです。そうだったんですね。養蚕というと地域を問わずどこでもできるのかなと素人には思ってしまうんですが、はい、ここ沖縄だからこその特権というのはどういったところなんでしょうか。そうですね、蚕の種類が亜熱帯の蚕なので、蚕が食す餌もですね、亜熱帯の植物なんですね。でそれは、一般的な蚕は、クワを食して、成長をして繭を作りますけども、我々が飼育しているエリサンっていう種類の蚕はクワじゃなくってタピオカ、キャッサバを食べて、育って、繭を作るっていう蚕なんです。そうですか、はい、タピオカというと一時期ブームになったタピオカドリンクの。そうです。でそのタピオカの、タピオカドリンクにする部分に関しては芋の、はい、下の芋なんですけども、我々はエリサンっていう種類の蚕はその芋ではなくて葉っぱを食します。はい、でやはり亜熱帯の植物と亜熱帯の蚕っていう、そういうやっぱり環境が日本では沖縄でしか、北限は沖縄なので、はい、沖縄でしかできないっていうのが大きな強みじゃないのかなと思っております。そうですか。今代表がおっしゃっていたエリサンという蚕なんですけれども、その蚕から生み出されるシルクはその他の蚕から生み出されるシルクと風合いっていうのはやっぱり違うんでしょうか。はい、やはり蚕の種も違えば食す餌も違う、そうすると取れる繭の構造も違うっていうのが大きな特徴です。一般的な蚕は一つのそのシルクの線
ていうんですかね、糸が長いんです。我々のその蚕っていうのは単線線が短いんですね。まあ我々が飼育している蚕の糸の断面を電子顕微鏡で見ると、まあ、無数の穴が、ボーラス状の穴が、要するにスポンジみたいな穴がたくさん開いてます。あのスポンジ状の穴が開いてることによってですね、油分だったり水分、匂い、そういうのを吸着するっていう性質を持っているので、そうすると例えば、肌の油分だったり水分を吸着したそのので、エースパウダーっていうんですか、あとベビーパウダーですと子どもさん、赤ちゃんがですね、なんていうんですか、床ずれしたりとか、そういった部分につけていただくと水分だったりとかサラサラして、すごく緩和するっていう。でかつ、シルク自体はアミノ酸でできてますので、アミノ酸っていうのは人間の肌に一番近い組成を持ってるっていうのは、やはり体にもいいっていうのも特徴があるので、そういったもので勝負をしていくっていう、それがやはり一番大きいんじゃないのかなと思ってます。おはようインタビューパート2、今週は株式会社沖縄うかみ養蚕、中曽根豊和代表にお話を伺っていきます。おはようございます。金城七重です。おはようインタビューパート2、今週は今帰仁村に本社を置く沖縄うかみ養蚕の中曽根豊和代表にお話を伺っています。沖縄うかみ養蚕は保湿に優れたエリシルクを生産してスキンケア商品に加工し、海外にも販路を開拓しています。今日は事業を開始した当初について伺っています。今事業自体は12年目になります。この12年という月日をかけて本当に今のスタイルを築かれたと思うんですが、道のりはやはり平坦ではなかったですか？そうですね、養蚕業っていうのは、日本っていうのは絹産業で、今の先進国になったっていうことがあります。でやはり日本の礎を据えたその養蚕っていうとこがあるんですけども、今はもう日本全国どこ行っても養蚕は衰退してきて、もう数えるほどしか養蚕をしているとこがありません。人にですね、養蚕を伝える時でも、もう古いんじゃないって、この中でもう絹を作って化粧品なんかできるわけないよとかね、いろんなことを言われて、やはりそれをうまく伝えて納得してもらうっていうのが、やはり一番今までの苦労したとこですよね。人々が養蚕、蚕を飼育してシルクを生み出すというイメージのまずは転換をしてもらうところからスタートして、はい、蚕の飼育自体も大変ですよね。そうですね、正直私もその蚕自体飼育を個人的にやったっていうことは何度かありますけども、こういった大規模養蚕産業ベースに乗せるっていうのは手探りのような状況ですので、結構大変な、道のりとしてはすごく大変な状況でしたよね。エリさんという蚕を飼育していらっしゃるということで、その蚕を飼育するために必要な餌、キャッサバを育てるっていうところも御社で独自でやってらっしゃるんですか？そうですね、我々は一貫飼育っていうことが我々のその養蚕の中でもすごく特徴がありまして、従来のその蚕の飼育養蚕っていうのは分業制になってるんですね。で、卵を作る会社、蚕を孵化させてある程度育てる会社、そして最後に繭を取るまで育てるっていう、会社っていう、その3つが分業になってるのが一般的な蚕の作業っていうんですかね、そういう工程を一般的な蚕はやってるんですけども、我々はそれは全部自社で圃場から養蚕、繭の収穫っていう、これを我々、一貫飼育って言ってるんですけども、次世代のその蚕の卵まで我々は取って次世代を育てるっていうこともやってますので、餌作りからですね、飼育、そして繭を取る、取った繭を商品に持っていくっていう、そこまで一貫してやってるのも大きな特徴です。となるとかなり人手も必要になると思うんですが、はい、そのあたりはいかがですか？そうですね、養蚕業っていうのはすごくアナログで手作業が多いんですよね。
で担い手っていうんですがね、そういうものをですね、まあ、我々その会社 の, その立ち上げ当初からやはり、まあ、ちょっと言葉は乱暴になりますけども、障害者も、健常者も、女性も、男性も年齢も関係なくみんなが活躍できる職場づくりを作ろうっていうのが我々の最初の立ち上げからのスタート、まあ、会社の理念でもありますので、あの地元でも結構年配の方リタイアされてて、まあ、もう少し出作業をしたいっていう方も来ていただいてますし、それとですね、今帰仁村にあるソーラスっていう B 型支援施設があるんですけども、そちらの方から、まあ、多い時では10人ぐらいあの障害者の方を来ていただいて、餌の収穫、餌やりとか繭の収穫、そういったことを、お願いをして、手伝っていただいているっていう状況です。そうですか。じゃあこう地域の皆さんの力を借りて、そういったところが雇用創出にもつながると思いますし、地域活性化にもなってるんじゃないかなと思ったんですが、いかがでしょうか。そうですね、もう全くその通りで、やはり地域で新しいその産業を生むことによって地域資源、これはどういうことかっていうと、やはり地域にあるその耕作放棄地であったり、あとは廃校になった学校だったりとか、いろんなその地域には地域支援があります。まあ、人手っていうのも地域に、雇用っていうのも地域資源です。そういった、ことをうまく活用すると、新しい産業が生まれる、新しい産業が生まれることによって雇用も生まれるっていう、そのいい循環になるっていうのがあるので、はい、あのやはりそういった意味ではそういった活動を少しずつやっていくと、新たな、違う、産業も、生まれてくるっていうのもありますから、地域活性化に、まあ、一つ、役立てるようなことを生んでいけば、はい、必然と地域活性化にはなるんじゃないのかなと思っています。こうした地域活性化につながる取り組みと地域資源を生かしたシルク化粧品開発が評価され、沖縄浮かみ予算は政府が選定するディスカバー村の宝アワードで去年グランプリに輝きました。詳しくは明日お伝えします。おはようインタビューパート2、今週は沖縄浮かみ養蚕中曽根豊和代表にお話を伺っています。おはようございます。金城奈々江です。おはようインタビューパート2、今週は今帰仁村に本社を置く株式会社沖縄浮かみ養蚕の中曽根豊和代表取締役にお話を伺っています。沖縄浮かみ養蚕は県産のシルクを生産してスキンケア商品に加工しており、こうした取り組みは地域資源を生かした成功事例として、去年11月に政府が選定するディスカバー村の宝アワードでグランプリに輝きました。今日は受賞の喜びについて伺っています。内閣府沖縄総合事務局の担当の社から、連絡をいただいた時には、本当にまさか本当っていう、最初はあの実感もなかったし、でやはりあのマスコミの方からも結構電話が入ったので、それで本当に受賞したんだなっていう、はい、あのそうですね、まあ、あのそれからだんだんあの受賞の喜びっていうのが湧き上がってきたっていうのがあったんですけども、最初は本当にもう全然実感も分からなかったっていうのが、はい、正直な気持ちです。受賞について玉城知事にも直接受賞報告にいらっしゃってましたよね。そうですね、でやはりその商品開発にあたって、沖縄県のいろんな支援事業に活用させていただいて商品開発を行ってますので、そういう意味では浮かみ養蚕独自で開発をして賞をいただいたっていうわけじゃなくて、やはり沖縄県の支援もあって地元の支援もあってっていうことだったので、はい、知事さんにも地元の村長さんにも表敬訪問させていただいて報告はさせていただいたっていう状況です。
改めて御社が今展開している商品のラインナップ教えてもらえますか。はい、弊社はですね、今スキンケア商品の、5アイテムを商品開発を行って販売を行っています。まずですね、養蚕で取れた繭を物理的にパウダー化するっていうことで、これはシルクパウダー、これは添加剤も一切入ってない天然のシルクをそのままパウダーにしてます。それがフェイスパウダー、そしてシルクソープ石鹸、そしてクリーム、フェイスクリームなんですけれども、あとマスク、これは今やってるマスクじゃなくて女性が、はい、お肌につける、まあ、バッグですよね、はい、それとあと蚕が、最初に繭を作る時に足場を作るんですけども、その時に一番最初に履く、我々ファーストシルクって呼んでるんですけども、その、足場を作る繭をで作ったシルクスポンジですね、赤ちゃんにも、まあ、女性の、まあ、それは女性だけじゃなくみんなに使えるんですけど、泡立てネットっていうわけじゃなくって、そのままその水で肌を傷つけずに汚れを取るとか、そういったもの、まあ、もちろんその石鹸をつけていただいて洗っていただくっていうのもいいんですけども、そのシルクスポンジっていう商品、その5アイテムを今販売の方を行っております。その商品の販売販路についても教えてください。はい、販路はですね、今国内の大手主要百貨店、まあ、ポップアップだったり長期ポップアップも行ったりしてまして、あとは EC サイト、海外の EC サイトにも、弊社の商品を販売を行っております。海外は中国市場で、現地の百貨店でも店頭に取ってみて触って触れて、まあ、タッチアップしたりとか、そういう商品ラインナップを置いて、そうですね、購入の方はそこの EC サイトを使って、購入をして日本から発送するっていう、今、ハンドとしては国内の百貨店、自社のオンラインショップ、海外の EC サイトっていうハンドを、はい、今、我々は行っております。特に海外の反応はいかがでしょうか。そうですね、シルクっていうのは全世界やっぱり共通の、シルクっていうのがありますので、かつ服の商品じゃなくって、スキンケアに展開してるっていうのは珍しいっていうのもありますの でやはり中国でも、まあ、中国はシルクロードってあるぐらいですので、中国では結構やはりシルクっていうのは人気があるので、日本国内で観光に来て、まあ、東京の主要百貨店で弊社の店舗で、あ、この商品中国で見たことがあるっていうように関して、まあ、いわばその爆買いではないんですけど、結構な、はい、量を買って土産として持っていくっていうインバウンドの、方もたくさんいらっしゃいます。そうですか。御社が展開しているブランドの化粧品のブランド名を教えてもらえますか。はい、ベランゼっていうブランドです。フランス語で、まあ、ちょっと造語になるんですけども、生命の天使で、それを使うことによって天使のように輝けるように我々が導ければなっていうことで、はい、ブランド名を、ベランゼっていうブランドにしました。すごくインパクトがあって、そしてとてもこう品のあるお名前、ヴィランジェというブランドなんですね。はい、ありがとうございます。リスナーさんも検索なさっている方もいると思いますけれども、はい、ぜひ、はい、一度検索していただいて、どういう商品かっていうのを見ていただけると、はい、助かります。おはようインタビューパート2、今週は株式会社沖縄宇加美養蚕、中曽根豊和代表に伺っています。おはようございます。金城七重です。おはようインタビューパート2、今週は今帰仁村に本社を置く株式会社沖縄宇加美養蚕の中曽根豊和代表にお話を伺っています。沖縄宇加美養蚕は県産のシルクを生産し、スキンケア商品に加工して海外向けにも商品を販売しています。中曽根代表は今帰仁村ご出身の60歳、今日は少年時代の思い出について伺いました。
幼い頃はどんな少年でしたか？そうですね、やはりやんばる地域はもう皆さんご存知のように自然が豊かなとこなんで、まあ、私雲をねよく取ったりセミを取ったりっていうこういう幼児期を今帰仁村で育ちましたので、やはり今回そのまあシルクっていうのもね、実は蜘蛛の糸をよく手に巻いて遊んでて、で蜘蛛ってどういうふうに糸が出るのかなとか、そういうことも小さい頃にこう手に巻いて遊んでた幼児期があったので、それもやはり今のそのシルクにつながってるんじゃないのかなと思うんですけども、自然豊かなやんばる地域なので小さい時はそういったことで遊んでたっていう少年時代でした。ですか。じゃあそういったこう少年時代から大学の専攻も生物関係の専攻だったんですか？いや、実はその生物関係じゃなくて、どちらかというと機械工学、ね、はい、機械科でしたね。旋盤とか精錬っていう工程があるんですけども、これはですね、金属を純度を上げていくとか、そういった機械の装置のことを学んで会社に就職するっていうこと でそこで大手化粧品のメーカーさんだったっていう、はい、ことになります。化粧品を作る例えば機械を作ってらっしゃったっていうことなんですか？そうですね、精錬っていう、まあ、要するに不純物を取るっていう工程があるんですけども、はい、そういったどちらかというと、まあ、そういった専門の機械の方でした。でそこから化粧品の方に入ってっていう状況ですね。そのお仕事をする中でどういったことを学んだんでしょうか？そうですね、やはり化粧品っていうのは肌につける部分がありますの でやはりその中でそのどれだけ不純物を取って肌に負担をかけないかっていうことだったので、肌に負担のない、消費者には迷惑かからないっていうようなことをやっぱり重点に置いてたので、だからその、我々はできるだけその今回 そのシルクで作るっていうのは一切添加剤も入れないし、そのままを商品にすることによって肌に負担がかからないっていうようなことで、まあ、私はもうシルクっていうのは一番肌にいい天然の素材だなっていうのが分かってたっていうか、もう私の中ではそういうことが、一番やはり我々の時代っていうのはいろんな合成、薬品とかいろんなものを使って、大量生産大量消費の時代だったので、やっぱりその時にやはりいろんなその不純物があるので、そこを取り除いて、できるだけ肌に負担のかからないことっていうことを目指して商品を作ってたので、ただやっぱりその中でもいろんな化学、合成薬剤を使うことによってどうしても人間っていうのは肌に合わないっていうのがあったんで、でやっぱりシルクっていうのは天然の素材ですから、はい、それをスキンケア商品にすることによって肌の弱い方にも使用していただけるっていう、だからそういった部分ではやはり前職で、はい、学んだことは大きかったかなと思いますね。なるほど。より消費者の方に負担のかからないコスメを作りたいっていう思いがあったんですね。そうですね、今でもですね、やはりいろんなその、我々展示会出たりするんですけども、化粧をつけれない女性の方ですけども、化粧品はつけれないっていう方が結構弊社の、ブースに来ていただいた時に、これってシルク 100% っていうか、そうですよっていうことでシルクパウダーをつけて、もし今日つけて、その方そういう肌の弱い方って一切やはりそういったものがつけれないっていうことで、つけるともう翌日には肌が荒れて大変な状況になるっていうことで、でじゃあ少しまずは手の甲につけて、で、そこで反応を見て少しほっぺにつけるっていうことをほっぺたにつけてもらって、で荒れなかったら翌日に来ますって言ってだいたい来ていただいて、このシルクの商品っていうのはすごいいいよねっていうことで、結構肌の、弱い方敏感肌の方には
我々本当にたくさん、いい評価を得ています。肌に負担のかからないスキンケア商品を作りたいという思いから、沖縄うかみ養さんが手掛けるスキンケアブランドヴィランジェが誕生したんですね。おはようインタビューパート2、今週は今帰仁村に本社を置く株式会社沖縄うかみ養さん、中曽根豊和代表にお話を伺っています。おはようございます。金城七重です。おはようインタビューパート2、今週は今帰仁村で生産したシルクからスキンケア商品を製造販売している株式会社沖縄うかみ養さん、中曽根豊和代表にお話を伺っています。今日はこれまでを振り返って大変だった時期について教えていただきました。我々が商品開発を行っているシルク商品を、体に塗るっていうのが、なかなかその同業他社っていうんですかね、まあ、ゼロじゃないんですけど少ないっていうのもありまして、でやはりどうしてもその大手さんですと、そういう実績をもとに店舗での販売っていう、まあ、万が一何か問題事が起きたら、責任問題をどう思っていくかっていう、まずそういうとこからしか、まあ、もちろんそれは大切なことなんですけども、だから我々の実際新米門っていうんだけどね、そういうとこにはどうしてもなかなか、すんなり受け入れられてくれるっていうこともなかったっていうのもありますし、じゃあっていうことで、まあ、我々海外の方からスタートをさせていただいて、海外の、まあ、フランスのパリの方で展示販売を行って、フランスパリでの展示販売の様子だったりとか、そういうようなものを、まあ、会社概要とパンフレットにつけて、フランスでもこういう形で販売してますっていうことで、そうするとやはり、フランスでも販売されてるんですか、っていうことで、まあ、国内の方も徐々に認めていただいてるっていう、販売ではね、やはりどうしても後発での商品はなかなかその実績っていうのがすぐについてこないので、そういった意味では非常に国内での販売は当初はすごく苦労したんですけども、おかげさんで、今では、弊社のブランド名も大手百貨店の方々は、バイヤーさんは結構、はい、名前も浸透してるっていうのがありまして、はい、おかげさんで国内での方は順調に、はい、受け入れてもらえるような状況になっております。やはりご苦労がたくさんある中で12年という時間で今ここまで販路を開拓されているっていうのは本当にすごいなと思いまして、ご自身としては今の状況をどのように思っていますか。まあ、元々の出発からそうなんですけども、 ほぼゼロマイナスっていうような状況からスタートして、やはりその中でですね、たくさん壁もあります。なかなかその受け入れてもらえないっていうところも含めてなんですけども、商品開発に至ってもそうなんですけども、やはり試行錯誤して、失敗があるから次のステップに進むっていうことがあるので、だからやっぱり常に少しずつ、失敗がありいろんなことがあって、今に至っているので、やっぱりもう常に試行錯誤しながら手探り状態ですけども、適切な方法を見つける試行錯誤しながらやっていったのが、まあ、今につながってるんじゃないのかなと思っております。今後はどのように商品を PR していきたいですか。はい、やはりすごくシルクのそういった商品は珍しいって初めて見たっていうことで、スペインの皮膚科の先生で、あとイタリアの会社、ドバイのホテルの経営者、そういった方から引き合いがあったり、でやはりそういう意味ではシルクっていうのはすごくその世界どこ行っても受け入れられるんじゃないかなと思ってますので、今後はですね、国々によって処方が
変わってきます。で、輸入できるかできないかっていうのは処方に限られてますので、やはりその国に合った処方を、我々商品開発に、やってその国に出荷をして販売できるような形で海外でももっともっと広めていきたいなというふうには思っております。おはようインタビューパート2、今週は株式会社沖縄うかみ養蚕中曽根豊和代表にお話を伺いました。